まずファーストピリオドです。このボレーです、うん、コントロールショットなんだけどこんだけ速いシュート打てるっていう清水和也の素晴らしさが出ましたね。そして大分、ここパカットが入れ替わって前進します。そしてキックフェイントで畠山をかわして右足のシュート、これ岸内セーブです。これは第1ピリオドナンバーワンぐらいのビッグチャンスだったと思うんですけど、そうですか、岸選手が素晴らしい活躍でしたね、はい、そうですね。そして第2ピリオドです。いやこれ折り返しのところ、まあ、折り返し、まあ、ファーズウェイを狙ったところなんですけれども、はい、清水誠也助走なしでしっかり打ち抜いた当て感の良さは素晴らしかったんじゃないですか。そしてここ中田シュート、中田シュートから股を通して畠山ダイレクトです。よくここの、ね、斜めのパス通したと思いますし、はい、畠山選手も落ち着いて流し込みましたね。そして清水和也今日2点目です。よくこの隙間を見つけたなと、うん、なるほど、はい。そしてパワープレイ返し、中田が粘って粘って左足流し込みました。中田のゴールでこれで5点差です。はい、フガドルスミラが5対0の圧勝という形になりました、はい。湘南ベルマーレと名古屋オーシャンズの試合ですが、ここです。逆に流してここでかわしてシュート、八木のゴールです。これ八木選手がトラップ打つふりして中にちょんと運んでるのが素晴らしかったんですけど、うん、はい。そして鬼塚からこれ縦のパス、水谷剥がして宮川のシュート決まりました。素晴らしい一連でしたね。水谷選手がね、うん、中に左足で折り返すような素振りをしながら縦に運ぶんですよ、うん、これで剥がしましたよ ね、 でね、少しズレを生じさせて宮川選手信じてて、はい、しっかり飛び込んだっていういいシーンでしたね。さあそしてここ内村切り込んでのシュート、これも技術ですね。これが高かったですね、はい、カットインからシュートまでのこの速さ、うん、素晴らしかったです。しかしここ平田からアンドレシート、いやここも素晴らしい得点でしたね、はい、平田選手のパス、溜めを作って股を通してるんですよ。これは一つ溜めなんですね、はい。さあそしてここ水谷がループ芸術的なゴール決まりました。これは良かったですね。これすごいですね、はい。まあ、このように名古屋オーシャンズが8対2で勝利という形になりました。バルドラール浦安対 YSCC 横浜、注目の堤がギリギリ残す、堤の1ミリ、ここからちゃんとゴール狙ってるんですよね、はい、一応。続いては吉田、持ち前のドリブルで仕掛けていきます。最後は自らシュート、いや吉田選手本当積極性出てきたなって思うような局面でしたよね。続いてはレース、このシーンです。芝山のキープから中折り返して東で、いやまず石田選手のピボ当てでしたね、はい、長い距離のパスが入ったことでここ1対1の局面作って、はい、しっかりチームで取った1点でしたね。続いてはこのパワープレーで押し込む横浜を、体ごとディフェンスをしていく浦安のプレー、まあ、浦安の本当いいシーンでもありますよね、はい、全員で体張って気持ちの強さっていうところが見れたシーンでしたね、はい。硬い試合となりましたが浦安が意地を見せました。先制したのは北海道でございました。この崩しから最後20番佐藤明を飛び込んで1対0先制です、まあ、お手本のような、ね、ファーズ目でそこに対して堀米もよく蹴り込みましたしね、佐藤明もこのスライディングね、はい、来ることを予想して入ってましたから素晴らしいゴールでしたね、はい。続いて北海道追加点です。右のキックインから大友シュート、 F リーグ初ゴールに続く、2試合連続ゴールで2対0です。2対0とホーム北海道が序盤勢いに乗ります。ただ第1ピリオドの最終盤でした、北九州打ち返していきます宮崎岳、この素晴らしいピボ当てワンツーからニアを抜いていきました。少しコース変わっていました。これで2対1、このゴールもね本当にこう流れ変えるゴールになりましたよね。はい、ただ北海道のこのシーンもご覧いただきます。追加点でした、室田祐樹のトラップからの堀米、よく浮かせて肩口抜きました。3対1、北九州田村健人のトリッキーな落としから田村龍太郎左足トーキック決め切って3対2、1点差とします。はい、さらにそのすぐ後でした田村健人、田村龍太郎、そしてもう一度田村健人、ゴール上に決め切ってあっという間の連続ゴール、3対3同点、北九州振り出しに戻します。はい、1点差するゴールがね、あの7分50秒でその19秒後ですからね。はい、ただここからまだ3ゴール守られますよ。次のゴールはこれです、上原拓也の右足一閃スーパーゴール、ラストの4
対3です。4対3です。さらにこの北九州の宮崎のディフェンス、北海道パワープレーに出たんですが、このディフェンスしたボールがそのまま決まってパワープレー返しとなります。5対3です。ただ北海道も1点返します。古田裕樹、素晴らしいタッチから縦に抜いて、小原の折り返しに引き足は頭なんではないかとコメントおりました。水上源太のヘディングゴール決まって5対4です。その後もパワープレーでゴールに迫りましたが、あとわずかに及ばず最終スコア5対4。ボルクバレット北九州が逃げ切りました。ジュライカー大阪対フォアルース長野の一戦です。まず先制したの大阪でした。加藤翼からファーで中井俊と決め切りました。これで1対0です、うん、次の1点追加点は大阪でした。このピボアテからの最後6番斉藤久が今季かけて苦しみましたが、ここで今シーズン初ゴールです。2対0。続いても大阪追加点、このイーシュノブの右足でボールを隠して左足決め切ります。3対0です。はい、イーシュノブがね、またまたぎながら相手の足をブロックして、うん、で左足でちょっと浮かしてるんですよね、これ本当に素晴らしいゴール。続きまして大阪です。磯村から右、野村優勝、冷静に流し込んでこれで4対0です。この中井俊との素晴らしい突破からのループシュート、絶妙な肩口でございました。これで5対0です。今日2点目。中井のドリブルね、股抜きで、そして横に流れていって肩口、はい、素晴らしい。もう一連の動作が全て素晴らしい。続いても大阪です。このディフェンス跳ね返した後、加藤翼ダイレクトで打ち込んでいきました。これで6対0です。最終スコア6対1。シュライカー大阪、地元大阪でのホームゲーム、フォアルス長野を下して、これで、今季の F1 残留が確定いたしました、うん、さあまずこの試合です。立川ハットトリックのその1点目です。新井のこのシュートから始まりました、まあ、まずは源選手ですよね、はい、源選手が駆け上がって新井選手に対してマイナスの素晴らしいパスを出した、はい、このね、パスが良かったですよね、うん、これで完全フリーになりましたから、はい、まあ、ただ簡単なシュートではないんでね、技術のあるゴールでしたね、はい、そして町田も負けてはいません。このビニシウスのシュートでした、強烈です。そしてまずはセカンドピリオド、いきなりこの切り替え、なるものこのシュートから始まりました。いや、これもね、本当に素晴らしいセーブですよね、はい、もう決定的なチャンスではあったんですけど、はい、まあ、これ最後に1回止めた後しっかり起き上がって、はい、でこのパスが出た時にしっかりこうね、うん、コースを切って止めましたよね、はいはい、そしてメラクル2点目、新井です。いや、これはもう解説いらないですよ、はい、もうスーパーゴラストですよね、はい、この角度見ても分かるようにね、これはもう止められないですよね、ジオバンニ選手。そしてここのインターセプトから南雲が3点目。そして渡辺さん、今日はこの男に匂いが出ていると、この3点目ハットトリック決まりました。でもこれはね、ロフリーの新井選手でお膳立て、はい、これは決めますよね。ただ本当にチームとして取った1点ですね、はい、これで試合が終了となりました。